桂川隆博は、日本の政治家、京都府亀岡市長、元京都府議会議員、元亀岡市議会議員、岐阜県出身。1985年3月、東京農業大学農学部増援学科卒業。同年4月、教員として、京都府立農芸高等学校に赴任。1987年、亀岡市役所に入所。1988年、 財団法人亀岡市都市緑花協会へ出向。2003年1月19日に行われた亀岡市議会議員選挙でトップ当選を果たす。2007年2月4日、任期満了により退任。2007年4月8日に行われた京都府議会議員選挙に出馬し初当選。京都府議会32年ぶりの新会派、京都創生フォーラム会派を設立。県議は2期務め。 2015年4月29日に任期満了により退任。2015年11月1日に行われた市長選挙には、桂川と老祖や日本共産党などが参加する市民本位の明るい民主姿勢を作る会代表委員の高向の吉郎の2名が立候補した。とりわけ、京都府が亀岡市内で進める球技専用スタジアム建設の是非が、 両者の大きな争点となった。桂川は、スポーツ観光の振興や、市民の健康増進の拠点になるとして、スタジアム建設に賛成の意向を示した。一方、高むこのは、地水や浄水道水源、国の天然記念物は湯もどき保全に問題があるとして、スタジアム建設中止を主張した。桂川が初当選し、11月9日に、市長就任。 当日有権者数73,631人、最終投票率 44.45%2019 年、共産党が実質支援した元教諭を破り再選。ありがとうございます。